親指は基本的に動いたり浮いたりしないようしっかり固定して押さえます。キュッと折りたたむように押さえます。構えた位置からストンと下ろすように押さえます。手のひらを開くように押さえます。尺は三線では2箇所あります。一番遠いところの尺はかなり遠いですが、親指を離さず、しっかり伸ばして押さえます。曲にもよりますが、あらかじめ手を下げて弾かない曲では、このように感覚で8を弾きます。最初は竿にシールなどを貼って、距離感の感覚を身につけていきましょう。